コケロミケスココロオミセスは、毛カビ目に属するカビの一種である。頂きのお表面から伸び出す細長い柄の先に、小胞指能をつける。指状菌であるが、酵母状になることもできる。近寄生菌の宿主としても注目される。タイプ種であるーリッカーバジャスの元気祭に基づいて記す。通常の倍地でよく成長するが、その成長速度は比較的遅い。また、 素早く生殖器官を形成し始める。原木載のものは、元の糞の上では、この種ほぼ単独でよく繁茂していたとのことで、ジャガイモ諸島寒天培地など、ごく普通な培地への移植も、ごく容易であった。培地上でのコロニーは、郊外毛カビなどに比べると成長が遅く、また気中菌止を出して、真綿のような姿になる、ということもほぼなかった。コロニーには体上に、 暗色の部分があり、そこでは、小胞子脳形成が豊富に見られた。なお、本種の気質菌糸の発達は独特な面がある。若い菌糸は無核壁であるが、すぐに単純な核壁を生じてある、程度9状から卵型の膨らんだ細胞の区画に分かれてしまう。それらは、培地表面かのコロニーの大部分を構成し、そこから吸収用の菌糸を下向きに伸ばし、 そして多少とも垂直上向きに伸びる菌脂を生じ、そこに小胞脂能や接合胞脂能を生じる。無性生殖は小胞脂能により、大きい胞脂能や単胞脂性の小胞脂能などは見られない。胞脂能柄は基質菌脂から直接に出て、その高さは平均で325、大きくて500で、太さは平均で9。その先端は、 球状のイタだ機能となり、その計は12.6から31.5、平均21。その表面からは多数の小胞子能が出るが、その小胞子能には長い柄がある。その柄は、長さはバラバラで60から120、平均では80、太さは2.2。最初はまっすぐだが、成熟時には曲がりくねり、その細胞兵器は、イタだ機能より厚く、また暗色に色づく。 消耗指能はほぼ休憩で、計8.4から12.6、平均約10。表面は滑らかだが、内側の壁面は残差によって角張っていることがある。胞子は5から30個、普通は20から22個ほど形成され、大きさと形は一定しないが、ほぼ卵型か、不定形をしている。大きさは計、計2.5、4.5、表面は滑らかで筋模様などはない。 ただし、消耗指導の中で外側に位置していた胞子は残差をまとって表面に小さな角ができている場合がある。その発達過程は以下のようなものである。まず気質中の菌糸から胞子の柄がまっすぐにあるいはやや曲がりながら伸びてし、その先端が明らかに膨らみ始める。この頂き脳が顕著に膨らむより前に、その表面から消耗指能柄が形成され始める。 これは当初はまっすぐに伸び、すぐにその先端が膨らんで、消胞指能への発達を始める。消耗指脳が成熟時の大きさに達するまで、柄はほとんど身長を見せないが、消耗指脳が核壁によって切り離されるのと、ほぼ同時に、消耗指脳柄は急速に伸び出し、いただきのように巻きつくように曲がる。消耗指能の成熟は、消耗指能柄の慎長が終わって、 あとに起きる。有性生殖は、配偶子脳接合によって接合法子脳を形成することによる。この種は、時間は合成で、単独の株でも接合法子脳をとてもよく形成する。配偶指納は気菌子脳は、基中禁止から出て、時には、法子脳柄の横へとしても出て、さらに時にはすでにできている、配偶子脳柄の脇からも出る。接合法子脳の表面は、 多数の様々な大きさの突起が並んでいるためにひどく凹凸があり、その先端は尖っていて高さ4ほどもある。全体としては休憩で褐色計33.5から54.5、普通は43から45。型としては H 字型である。ベニーベンジャミンでは本属の特徴を以下のようにまとめている。本種は当初は四条金として知られたが、 公母状の形で生育することも可能であることが発見された。つまり二形成の菌であると言え、公母の状態では長さ30から90マイクロメートルとやや大柄な厚膜の酵母の姿となる。その様子はパラコクシディオデスブラジリンシスによく似ており、また人に強い病原性を持ち、コクシジオイデス症の病原体の一つとしても知られるコクシディーズイミティスにもよく似ている。 原記載は北アメリカの入りのイ州で、ウサギの糞から分離された。このカビはそれ以降も、複数の研究者が分離しており、普通に見られるものではないようだが、ごく稀というわけではない。それらの最終値は北、アメリカからメキシコに渡り、また分離源はほぼ必ず動物の糞である。他方で人体での病原体としての発見や、体内での繁殖も、少数例ではあるが報告されている。 この属は、被災時には、公外系カビカとみなされた。これは、この当時、消耗指能を、板た機能の,の表面に複数並べる、形のものはここに含めることが多かったからである。そのうちで単方姿勢の消耗指能のみを作るものは、クス玉カビカに含めることを主張する研究者もいたが、いずれにしても本属は、公外系カビカに含めることに無理はなかった。 その後この分野の分類は様々に変化し、本族は、消法指能を形成すること、接合法指能が、ケカビの方であることから、枝ケカビ化とする説も指示された。ただしこのような体系は、分子系統の情報から、真の系統関係を反映していないことが示され、見直されることとなった。本族の場合、極めて多様な族を含み、同時に、 ケカビ属が含まれているクレードに、その位置があり、ケカビ化とすることが提示されている。海分類としては、以下の種がタイプ種である。その後以下の種がこの属の新種として記載された。これは、タイプ種によく似た姿のカビであるが、消耗指脳が単方姿勢、つまり一つの胞子しか含まないものである。極性の低いコロニーを作ることや、自家は合成であることなども共通である。 しかし、消胞士脳壁が崩れないこと、消胞士脳柄の長さに極端なばらつきがあることなどから別族と考えられ、ピダプルチコミルコは1971年に、これを独立族ベンジャミニアに移し、ベニーベンジャミンは、ガマの他美族マエケタイファに含めた。さらにその後、この種は、ベンジャミニエラに移されている。現時点では、本族は、 タイプ種のみの単系族である。なお、ホフマンエトールによると、本族と最も禁煙なのは、上記もともと本族のものとして記載された、ベンジャミニエラ・ポワトレージであり、この両者がそれ以外のケカビカのものと、姉妹群をなすことになっている。これに続き、より多くの種について、系統を調べた、バルターエトールによると、本族と禁煙なのは、この種のみでなく、 ベンジャミニエラ属の三種が一つのまとまりになった上で、本属と姉妹群を成す、との結果が出ている。上記のように、人の病原菌として分離された例はあるが、ごく稀なものである。ニールセンエトールによると、本種が人体から報告された例は8度あり、そのうち5例は、妊娠や糖尿病など、菌の侵入を受けやすい状態の人に対するもので、 感染力は明らかに強くない。また組織への侵入が見られたのはわずかに例のみであった。ちなみに、体内では、公母状態で発見される。利用としては、実用的なものはない。菌類学の面では、本種は、菌寄生菌の宿主として、重要に用いられている。かつてケカビ類にまとめられた菌群には、枝カビピプトザファリスやハリサシカビシンセファリス、 ディマルガニス・ディマルギャラス、イトエダカビ・ケート・クラディアムなど、ケカビ類を宿主とする寄生菌がかなりの属種にわたって含まれており、それらは純粋培養が可能なものもあるが、そうでない場合には、宿主の菌と共に培養する、いわゆるニンバイオーン培養が標準的に行われる。つまり、宿主の菌は培地の栄養で育ち、寄生菌は宿主から栄養を得て育つ。しかしその場合、 宿主によって、寄生菌の形質に違いが出る恐れがあり、これを解消するためには、宿主の菌を統一する必要がある。RK ベンジャミンはこの目的に本種を選択した。この理由として、彼は本菌のコロニーの背が低く、まず1ミリメートルを超えない、ということを挙げている。このことはその上に発生する寄生菌の胞子形成の様子などを観察するのを容易にするし、 また、寄生菌の胞子を取って別の宿主菌に摂取する等の操作においても、寄生菌の胞子だけを純粋に取り出すことが容易に可能となる。彼以降、この目的で本菌を用いることはこの類の寄生菌を研究する上での標準となった。また、本種をこれらの菌寄生菌を分離する技法として利用する例もある。ジェフリーズカークで提唱されているのはそれである。 著者らによると枝カビや針刺しビの胞子は単独でも寒天培地上で発芽するが、それには二日ないし三日を要するのが普通である。このような寄生菌が、さらに成長するにはこの時に宿主になる菌の若い菌子が豊富にあることが重要となる。実際に分離する場合、分離源となる資料を寒天培地に広げ、そこに含まれる寄生菌と宿主の胞子が発芽し、 寄生菌は宿主に接触して寄生が成立すると、その姿を確認することができるようになり、そこから分離操作が始まる。しかし現実に、そのような状態を作ると、寄生菌の胞子が発芽する頃には、宿主はすでに育ちすぎており、寄生がうまくいかなくなる傾向があるという。そこで、近寄生菌が発芽した頃に公的な宿主を用意する方法として、本種を用いる。 というものである。具体的にはまず本種が酵母体になる条件で培養し、バラバラの酵母細胞を多数準備する。分離場一上で寄生菌の発芽が確認されたとき、そこに準備した酵母体細胞を与えると、酵母体細胞は数時間以内に発芽管を伸ばし始め、これは寄生菌にとって寄生に公的な条件を与える。ありがとうございます。